はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リラックス続きやっていきます。さて、関駅まで来たんだけど、早速襲撃を、関駅、間違った、関って人と関西駅に来たわけですが、早速モンスターからの襲撃を受けているらしいので、それを守ると。だけど今弾が全然ないんだよね。だから通過用弾薬を使うことも新たな攻撃か必要かも。奴らは外周の防衛線を破ったんだ。生存者は全員ここにいる。あと1日持たないかもしれないな。モンスターは一体どこから来ているんだ。いつもと同じ左のトンネルだ。上からもな。現地に爆破部隊を送ったが戻らなかった。さらに増援を送るほどの余裕はなかったんだ。君は自分の駅の破滅を食い止めたいのだろう、アルチョン。違うか。そしてここには破滅が訪れている。助けてやらねばな。爆破部隊の持っていた爆弾を見つけ出すんだ。爆弾、左のトンネルの一番奥まで進み、爆弾をセットして逃げろ。爆発は強烈だぞ。上の通路の方は一度塞いだが、どうやらノサリスが穴を掘り進めたようだ。近くにエアロックがあったはずだ。それが開いた状態に違いない。エアロックを閉じるか崩落させるんだ。私は生存者とここに残る。モンスターの数が多すぎたらこちらにおびき寄せてきなさい。オッケー、結構責任重大なこと任されたな。爆破部隊が持っていた爆弾を見つけて拾う。エアロックを閉じる方法を探す。敵が多すぎたら一旦ここに逃げてきなさいと。弾はなんかないか、この辺に。あ、ある、ありがたい。ん、あ、いるな。15発。とりあえずここに危なくなったら逃げてくればいいのね。あと投げナイフとかもあるし。さあ、ちょっとずつ進んでいきたいけど。爆弾か。弾当てゲット。いや、なんか武器も落ちてたな。これはなんだ。これはなんかまたリボルバーの進化系に見えるな。お、進化系っぽい。こいついたとこ、敵がいるけど気づいてない。気づかれた。どう、青、蹴った。さあ、どうしよう。で、まず向こうを目指せばいい。あっち上にも行けるのか。お、いて、出て、リロード。とりあえず進めるところどんどん進んでいこう。よし、なかなか硬い。あったあったあった。焚き火に突っ込んじゃった。え、こっち行けなくね。戻ろう。こっちはいける。あ、同じ階段か。もっと目いっぱい奥まで行こう。ん、あ、これトラップか。危ねえ。あ、弾ない。よし、なんかないか。こういうところってなんかありそう。こういう人たちショットガンシェルしか持ってない。爆弾はどこにある？これ武器、ちょっとこの武器と交換していこうかな。なんかアタッチメントたくさんついてるし。あ、おまけにショットガンだ。ぜひとも使ってこう、弾あるから。これか、爆弾？爆弾か？オイル？よし、
あ、ちょっと待って、待って。ジャーナルを見てる途中だよ。4発入れて、2発ずつ撃つ。強い。待って、血がめっちゃ吹き飛んでくる。爆弾で左側のトンネルを爆破する。向かい側の向こうかな。この辺には何も落ちてない。あった。ショットガンシェルが結構落ちてる。ここにトラップはない。こっちのことかな。あれ、ここ元来た道じゃないか。いや違うな。はいはい、あ、これ腰ダメ打ち限定だ。はい、うう、強い。うお、また来てる。待て、よし、リロード。こっちか、本当にこれ。行き先が明確に示されないから迷ってそうな気がする。リロード、よし。ここモンスターの脇場か。あ、ここで OK、 よし。ショットがないとここは本当にまずいな。よし、ん、 OK。 あ、火つけて、はい、逃げる。チクトクチクトク、こっちに登る。威力すごいというか、左に逃げる。お、え、あんな小さいのにこんなに威力あった。で、これも爆弾っぽいけど、エアロックってのはどこのことなんだろう。よくわかんないな。ひとまず戻ってみるかな。エアロックもちょっと探さないとダメだな。こっちは来た道だったよね。うん、ほい。あ、入れて、ちょっと待って。硬い。よし。ショットガンシェル。お、通過用弾薬。もうこっちは完全に爆破された。通気口用エアロックとは。あ、そうだ、目的地名作、これ書かれてんだった。コンパスに従ってこう。この辺っぽいな。どこだろう。あ、あ、なんか今見えてない一瞬。よし、これか。ん、あれ、爆弾っぽいな、なんか。おいと、あ、そっか、今のは落下させた方式か。カードのとこに戻る。 OK。 はい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 。小さな駅での大きな勝利だ。ここからは一緒に行けない。まだここには私の助けが必要だ。あ、カーンとここで別れ。それでもポリスに行きたいというなら迂回していくしかない。ここからアーモリーに行ける。
その後は共産主義者やファシストが支配する駅を抜けていかねばならない。進もう。オッケー。え、また誰かなんか相棒がいないと、なんか心細いんだけど。進めるはずだが、共産主義者は別だ。奴らが築いた新たな社会では、警察国家的なボーナス制度が設けられ、人々が互いを密告している。アーモリーに着いたら探してくれ。私の友人、鍛冶屋の。あ、力を貸してくれる。私の名を出せば力を貸してくれるだろう。ありがたい。え、またなんか影が大量に映ってる。おお。希望の野心。こんな時代であっても人を人を荒らしてあ、こんなの消したら消したらダメ。なんか通過用弾薬が落ちてるから、これはいただく。ここで死んだ人を弔ってる場所もメトロ。すべてメトロ。ここだ。入りなさい。はい。いいか。すべては君次第だ。頼れる者はいない。また会おう。さよなら。ある。武器庫を意味するアーモリー駅は、メトロでの大半の武器が製造されていた場所だった。地表に兵器工場があったらしく、核の着弾後、職人たちの多くがここに住み着いた。鍛冶屋のアンドリューを探していたが、向こうが先に僕を見つけた。アーモリー駅、先にアンドリューがアルチュムを見つけた。カーンとは別れた。どう、眩しい。で、骸骨が添えられてる。信じられるのは己の力のみと。カーンに助言をいただいた。さてと、アーモリー駅へ移動して、鍛冶屋のアンドリューという名の男と会う。最終目標のね、ポリス駅で、今のところの最終目標であるポリス駅でミラーという名のレンジャーに会うっていうのはずっと書かれっぱなしだ。おっ、あ、汚い汚い。ガスマックスでもしようかな。あ、暗い暗い暗い。で、ガスマスクはもういい。野党はうろついてないよな。こっちは開けれない。トラップに気をつけていこう。え？止まれ、何者だ？アルチムです。動くな。おい、心配ない。人間だ。明かりを消せ。人間のようだな。なら安心だ。来いよ、ここは自由な駅だ。あ、フレンドリーだ。マーケットよりフレンドリーだ。ありがたい。気をつけろ。俺たちの自由な駅は共産主義者に監視されてる。街中に被害妄想が広がってるのさ。目立つまでは控えろ。わかったな。わかった。そこまで厳重でもない入り口。傾聴せよ、傾聴せよ。アーモリーにおいて身分証の点検が行われる。各自登録された住居に留まり、保安要員の指示に従うこと。同志たちよ、警戒を怠るな。敵は眠らない。厳重な駅だね。やっぱり厳重な駅だ。駅内誰かいますか。ごめんなさい。どこで話してる会話だ。
じゃないの。あ、ここか。お前は誰だ。このコメディアンの連れが手を出せ。貴様を逮捕する。なんでやねん。ちゃうかな。わかったわかった、落ち着けよ、ついていくって。あ、止まれ。え、殺してやる。捕まえろ。来い、こっちだ。え、手錠かけられている。ダッシュ。え、あ、撃たれてる。ちょっとここだ。お、こっち伏せる。待って、なんでこんなことに。走れ走れ。左、こっち。あれ、今の人やられた。こっち。え、この世界にまだ神がいるなら、その日僕のそばにいたのだろう。僕はカーンの友人カジアのアンドリューに救われた。あ、救われた。コミュニスト駅から脱出する手助けをしてくれるようだ。共産主義者にね、支配されてたの。ここだが、唯一の道は戦場を通っている。帝国と共産主義者の前線をな。変装が必要だ。この作業着を着ろ。服の上から被るんだ。共産主義者はファシストの要塞を攻撃する志願兵を集めている。奴らは志願兵を満載した電車を戦場に送るところだ。これなら電車に黙って乗り込める。一等車ってわけにはいかんが、乗車賃を命で払わなくて済むぞ。軍用列車がバリケードを通過したら、あとは好きにしろ。いや、助かった。アモリー駅前線地帯に向かう列車にこっそり乗り込む。これを、あ、来たのか。いや、いきなり公開で逮捕されて殺されかけてよ。あ、いただき。いや、この人なんか頭に傷があるけど、クマにでも引っかかれた。あ、日記だ。誰かいますか。誰もいない。ひとまず助かった。うせろ。え、はい。うせろ。どっか武器屋かなんかはないんですかね。どこか行け。聞こえないのか。はい。うん、あ、ここじゃないか。ここじゃないな。あ、腕立てしてる。あ、武器屋あった。ちょっと弾がね。弾が欲しいです。あ、武器は何があるかな。間違った。ティハール、シャンブラー、カラシニコ。あ、なんか聞いたことあるな、カラシニコフって。VSV、バスタード。あ、バリエーション増えてんね。増えてるのはいいんだけど、銃に関しては、あれなんだよね。そこそこアタッチメントがついた武器とかも拾えるから、ちょっと今回はご遠慮。弾くれないかな。威力キットもある。ハンドグレネード、この辺も特に問題ない。弾は売ってない。たレトロで一番の交換レートだぞ。本当に。ショットガンもある。ピストル弾と今どれだ。これか。 AR ピストルの弾と AR の弾買っていこう。そこそこ買ってこう。うん、こんなもんでしょう。ちょっ
とね、余裕を持ちたいからね、弾はね多めに買っとく。やっぱね、通過用弾薬使うんだったらやっぱりその武器の弾薬買った方がコスパはいいはずだし。え、こちらかな？許可がなければここは当然。あ、そう？あっちかな？大丈夫、彼は味方だ。さあ、あの穴に飛び込め、アルジョン。どの穴だ？これか？あ？あ、日記あった。え、ここでいいの？登れなくなっちゃった。あれ、登れない。うん、あ、いいんだここで。スペースが見えるから、あそこに行け。貨物スペース？おお、メトロ2034。さあ、お前らはどう思う？行くか？こんなところに乗り込むのが。ギシギシ言ってる。あとはお前次第だ。気をつけろよ。オッケー。ありがとう。浮いてる。ゆっくり下ろされて、うわ、これめちゃめちゃ揺れそうだな。下、体すんげえ痛いことになるんじゃないか。こんなとこに本置いといたって、これ落ちるでしょ。兵士が乗り込んだ。射殺する。なんで軍に入った？政治的な心情に従ったのさ。俺は食い口が欲しかっただけだ。お前はどうなんだ？俺、軍に加われて世界を見てこいって言われて。私の父は赤軍兵だ。祖父は家族の伝統。ああ、早い。そんなら戦場で手足をなくすのも伝統のうちか。みんな喜んで犠牲を払っている。そうか、喜ぶのは酔っ払いやバカも一緒さ。弾薬の袋に黒いカプセルが入ってる。なんだこれ、抗生物質か？いや、それはシアン化物だ。敵に捕まった時用のだ。何？しかし、え？神は自殺を禁じている。自作通訳？地獄に落とされてしまう。危険信心深い坊や。ファシストに捕まりゃ、どっちにしろ地獄行きだ。薬の方が苦しまない。自分の命を絶ったりするものか。じゃあ薬をよこせ。奴らの牢屋で腐るくらいなら俺が二つ飲んでやる。最終戦争でさえ
イデオロギーをめぐる殺し合いは止められない。ファシストと共産側との間の前線地帯を通り抜けることになった。以前の戦争ではファシスト側が敗北したそうだ。第4章戦乱。以前の戦争ではファシスト側が敗北した。共産主義者が勝った。あ、痛い。あ、落ちちゃった。え、やばくね。前線地帯、前線地帯を突破してファシスト側の支配地域に入る。最前線付近だよね、ここ。けど弾も結構ある。まあ、AR にリボルバーに拾ったショットガン。よし、じゃあ切りがいいから今回ここまででしようかな。じゃあ次回、ファシスト支配地域に入ると。じゃあここまで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。